島市島総合スポーツ公園は、三重県島市にある、運動公園である。同市島町のスポーツの拠点であり、島市内で唯一400メートルトラックを有する。ここでは隣接する島市、島 B&G 海洋センター及び、島触れ合い公園についても記述する。島市最南端にある、先島半島の中央部に位置する。女子バレーボール。 日本代表の山口舞が小中学校時代に練習に励んだ、島市、島 B&G 海洋センター、多目的グラウンドなどを有する島市、島総合スポーツ公園、島ふれあい公園の3つの施設からなる。夏休みを中心に合宿利用があり、島町スポーツ少年館、島スポーツクラブが本拠地としている。海洋センター多目的グラウンド島半島下年に、 開設された複合スポーツ施設である。B&G 海洋センターの開業を受けて、5年の事業計画を経て開園した。総面積は6.2ヘクタールである。太平洋、岸広市の浜に面する公園。伏線触れ合い公園とも称する。特に遊具はないが、公園からは和具、大島や小島が見渡せ、夏には浜遊が咲き乱れる。鳥羽一郎の演歌。 島半島の火否がある。1986年8月にブルーシーグリーンランド財団による海洋センターの誘致が決定、9月に着工を開始、翌1987年5月16日にアリーナやプールなどが完成した。これを受けて、島町は海洋センターの周辺に総合スポーツ公園を建設する計画を1989年より策定を開始。 1990年には B&G 財団から島町に海洋センターが無償状とされた。1995年4月29日に島町総合スポーツ公園が竣工した。2001年、三重県戸ば市出身の演歌歌手、戸ば一郎が当地を歌った、島半島をリリース。翌2002年10月20日に、同局の歌詞がふれあい公園内に設置された。 2016年5月19日から5月29日までの間、伊勢島サミットに伴う警備拠点として利用されるため、一般の利用制限が課せられる。アワビ王国祭りは、島触れ合い公園で開催されるイベントである。2013年は5月4日に開催され、ステージ発表で湧く小学校個敵隊や、和く荒波大鼓の演奏、1000人に、 アワビの刺身とトコブシの馬煮の盛り合わせの振る舞いなどが行われた。ありがとうございます。